やりたいことは後回しの平日だから、週末は自分の時間を楽しみたい。お気に入りのお洋服を選んでもっと気分を高めて、そんな週末の私の時間をとびっきり幸せに楽しむための5つのコーディネートを考えてみました。どうぞ。現代美術館にメディアアートを見に行くというテーマでコーディネートを組んでみました。お気に入りはこのパッコラバンドのバッグです。コーディネートがシンプルで、もう少しアクセントを足したいなという時にすごく活躍してくれるので、とても使いやすいです。夏に出るカゴバッグとシルバーのメタルっぽいコンビネーションのようなバッグがあって、これがすごく素敵なので、今年は少し違った雰囲気のパッコラバンヌ2個目のバッグが欲しいなと思っています。このパッコのバッグがメタルっぽい光沢感があって、シャツワンピ自体もサテンの生地がシルバー系の輝きがあるので、ここでバッグと色調を合わせて宇宙っぽい雰囲気でまとめたコーディネートになっています。お気に入りはひよこの頭みたいなこのニットキャップです。クレイドというブランドのアイテムで、このブランドの帽子がすごくタイプです。今すごい欲しいと思っているのはバラクラバで、今年すごく流行っていると思うんですが、クレイドのバラクラバもすごく可愛いし、あとはこのフライングキャップっていうんでしたっけ、耳当てがついてて外せるタイプの帽子、これがすごく可愛くて、フィンランドに行く機会があったり、あとは韓国に行くなどすごい寒い地域に行く予定ができたら、ちょっと買おうかなと思って、とても今狙っているアイテムです。今月オープンした幡ヶ谷のバーで親友とナチュールワインを飲む日をイメージしてコーディネートを組んでみました。メインはこのドリスバンノッテンの刺繍コートで、これをメインに女友達とのデートに着ていきたいパンツルックを組んでみました。コートの中には私が一番よく着ていて、多分アイテム的にも一番持っているブランドの MA デザビエのセットアップを着ています。バッグはコペルニというブランドのアイコンバッグであるスワイプバッグというものを持っています。コペルニのバッグはすごいシェイプが特徴的で、最近は折り紙からインスピレーションを受けている折り紙バッグっていうのを出しています。あとはグラスバッグというガラスのような素材でできたバッグがあって、私は最近このガラスバッグが欲しいなというふうに思っています。ただコペルニのバッグすごく特徴的で、柄とかもなくてすごく使いやすいんですが、コーディネートに対してスパイスを加えてくれるような、そんな存在のバッグです。美容院の帰り、一人で気ままに青山ショッピングをする日をテーマに組んでみました。コーディネートとしては、美容院の日に着ていくコーディネートなので、タートルネックとかを着ていくと美容師さんにご迷惑をかけてしまうので、中はランドネックのシンプルなシャツとかを着て、アウターで首元にデザインがあるものを持ってきています。柄物と柄物を合わせるっていうのが結構私的には好きで、スカートがストライプで、バッグが植物柄みたいな感じで、柄かける柄っていうのをこのコーディネートではちょっと挑戦をしてみました。バッグ自体にオレンジ色が入っているので、ちょっとそこの色を取ってコートはイエローにしてみました。コートの形がダボっとしていて、素材もカジュアルな雰囲気なので、プリーツスカートをあえて持ってきて、ちょっと私らしいきちっと感みたいなものを出しています。お気に入りのアイテムはバッグで、これは母から譲り受けたウェベのハンモックっていう形のバッグです。ウィリアム・モリスっていうイギリス人デザイナーとのコラボの柄になっていて、定番に出ているハンモックと同じ形ではあるんですが、このパターン自体はその当時のコレクションの時にしか販売しなかったものになっています。疲労でイノベーティブのコース料理を楽しんだ後、エディションのバーでカクテルを飲みたい、そんな日のコーディネートを組んでみました。コーディネートの、テーマとしてはコース料理を楽しみたいっていう感じなので、とびっきりのおしゃれをしてディナーに行くような、そんな時のお洋服です。
ワンピースは2ピースになっていて、中に黄色と青のキャミソールっぽいワンピースと、上にグリーンのチュールの長袖のが重なっているデザインになっています。でマルジェラ最近2022年前後がチュールを使ったデザインが多くって、すごく私が好きなアイテムが多いなっていう印象です。チュール使うとちょっとメルヘン風になってしまうところもあるんですが、マルジェラはそのチュールと合わせて手縫いみたいなステッチを多く使っていて、ちょっとやぼったい雰囲気をチュールに加えることで可愛くなりすぎず着れるっていうのがマルジェラらしくてすごく好きです。でそういったドレスに合わせてこちらマルジェラのブーツを合わせてみました。これは旅ブーツなんですが、ヒールがミラーっぽいデザインになっていて、シルバーのアイテムがすごく好きなので、このブーツを見た時に、あ、もう絶対にこれ私のためにあるみたいな運命を感じて購入した旅ブーツになります。白金台のギャラリーに大好きな作家さんのお皿を買いに行きたい、そんな日のコーディネートを組んでみました。全体的にあのヴィンテージのアイテムが、ちょくちょく入っているので、ちょっとレトロな雰囲気にしたいなっていう思いもあり、タイツを思い切ってパープルにして遊んでみました。これ白金台のギャラリーに行くって言ってるんですが、近くにビオトープがあったり、おしゃれなカフェがあったりするので、白金の方だったらこうヴィンテージアイテムを合わせながらちょっと大人な雰囲気のファッションも個性的でも楽しめるかなっていう感じで、こんなお洋服を着ています。シャツヴィンテージなんですが、カレンターフェアっていうアメリカにあるちょっと大きめの古着のフェアで購入をしたアイテムになります。数年前に伊勢丹新宿店でもカレンターフェアイベントをやっていたんですけれど、アメリカに住んでた時に必ず毎回行っていたすごく好きな古着のフェアになります。バッグもヴィンテージなんですが、これは日本のタヒラストアっていう古着屋さんで購入をしました。でこのバッグはさっきも紹介したマルジェラの旅ブーツと一緒に、私の大学の卒業式に袴に合わせたくて買ったアイテムになります。ヒールはルメールのもので、結構これ歩きやすくてしっかり足がホールドされるので重宝していて、お仕事とかにもよく履いていったりしているアイテムです。以上5つのコーディネートを紹介しました。この動画を見て今週末おしゃれをして出かけようかなと思ってもらえたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。